ボイチェフはダルベルト・ジブヌイ、または、ボイチェフはダルベルト・ジブニーは、ボヘミア出身のポーランドの作曲家、ピアニスト、バイオリニスト、音楽教師。1756年、現在のチェコ共和国中央ボヘミア州ムシェノに生まれる、ヤンクシチテルクチャー州に支持。カジミエ州、ネストル・サピエ派に招聘されて、ポーランドへ渡り、音楽教師となった。 自分イはバイオリニストであったが、ニコラ・ショパンの寄宿学校にピアノ教師として雇われ、1816年から1822年まで、ニコラの息子、フレデリック・ショパンにピアノを指導した。ショパンが音楽を支持した最初の職業音楽家である。演奏技術に関しては、やがて、ショパン少年に追い越されてしまったものの、少年の諸女作のポロネーズを書き残して上書したことや、 教師として、バッハやハイドーン、自分と同い年であったモーツァルト、フンメルの作品をショパンに教えるなど、その音楽的な趣味や才能、個性を育んだことが知られている。ショパンは1821年の彼の生命祝日に、ポロネーズ変異蝶々を作曲して検定している。1842年に、ワルシャワで生涯を閉じた。 ジブヌイは普段は当時のボヘミアの共通語だったドイツ語で読み書きしていており、彼のポーランド語はドイツなまりが強かったと思われる。今日知られている作品や出版されている作品はほとんどないが、ピアノ曲やバイオリン曲、還元楽曲を作曲した。ありがとうございます。